サーバント、というのか名はないが、あり方としては。そうだな。元初の一と呼ぶがよい。呼ばれたということは、縁があったということ。しばしの間、貴様たちの生存を眺めてやろうではないか。 なーんて、偉そうな私の言い分は売っちゃって。こんにちは、カルデアの人。私はムーンキャンサー、アルクエイド・ブリュンスタッド。これからよろしくね。すぐにまた、礼気第二で会いましょう。外に出るが良い。庭の様子を見なくてはな。犬を飼うことはない。 飼い犬に手を噛まれることほど頭の痛くなることはないからな。人類最後のマスターどうでもよい。数ある人間の一人であろう。気を楽にすることだな。アバロンから生まれた妖精が多元にわたる聖剣の鋳型になるとは。 良い出会いがあったのだな。出来栄えも文句のつけようがない。ないが、少々おてんばすぎぬかなぜ自ら突進する鼻園でおとなしくできないのか根源に通じる穴。空の器に意志が生まれる。そういうこともあろう。 脳ではなく心臓に夢が宿ったのだな。原始的だが、美しくはある。あるが、いささか物騒すぎぬかなぜ刀を振り回す花園を散らすでない聖者と死者の境界に立つ暗殺者。 人類史も侮れぬ前例があったとは好きなものさて何だったかはるかな未来あるいは過去に無視できぬものができるのかもしれぬな嫌いなものは血と日差しだ どちらも目がクラクラする。聖杯とは、くめどもつきぬ資源の山、と聞いたぞ。ふふ。足元が見えていないとはこのことだ。では、お前たちは私の上に住んでいることになるな。外は祭りのようだ。 案内するがよい。私に名はない。いや、いつかつけられるだろうが、この私にはまだ早い。よって、姫、とだけ呼ぶがよい。召喚したものであろうと無礼は許さぬ。何、難しいことはない。 礼節を守り、真偽を抱き、成長を忘れぬことだ。であれば、我が口元も穏やかであろう。他の霊気はどうあれ、この私は帝粛、かつ礼国だ。万年雪に覆われた霊宝、人赤未踏の城と同義である。 おいそれと近寄っていいものではない。貴様が人間であるのなら、なおさらな。星の魂、その原型。という位置づけではあるが、サーヴァントである以上、そこまでの権限はない。せいぜい指先で嵐を起こし、つま先で血を揺らす程度だ。 つまらぬだろ人理とは人間だけの道ではない。この星に誕生し、空を見上げるまで成長した地生体全ての道である。果てのない旅だが終わりはある。いつかお前たちの肩を叩く時代が現れた時、その任は終わるのだ。 その輝かしい臨終を星の内海で待っているぞ。そうせかすな。もうしばらく楽しませよ。これは星の阻止かうん、いける。<laughs> 奇妙な加工をするものだ。 より重くより小さく力を収束するのは良いなお待たせーお堅い原型から身軽な姫に古い私は最新の私にモードチェンジ 人理を守るんでしょ任せて改めてよろしくねマスターさん出撃進行アルクエドムソ行いきまーす主従関係相手を信じて背中を預けるってことでしょうん知ってる知ってるすっごく嬉しいよねあれ 後ろから指示してくれるんでしょ使徒退治の時魔術師と組むこともあったから経験済みよ。頑張ってね、マスターさん。剣の王様もいるんだ今度はこっちがストレンジャーなわけね。よーし後で再戦しに行こうっとへえ。 あなたも直視のマガン持ってるんだ。マガン殺しのメガネはしてないのね。うん、肉体の強さが違うのかな。というか、あなたとはお友達よりライバルの方が楽しそう。どう一戦、やってく好きなものは、え <laughs> きみつ嫌いなものはヘビ血時間通りに来てくれない誰かさん願いの叶う聖杯かそれだけのパワーリソースがあれば私の吸血衝動もううん何でもない今のなしなし 聖杯は他の困ってる人に使ってあげて。イベント真っ最中アイテム集めに行きましょう楽しいことは貪欲にね改めて自己紹介ね。私はアルクエイド・ブリュンスタット。神祖っていう吸血鬼たちの王族、つまりお姫様なのですおうでも安心して。 吸血鬼だけど血は吸わないから。絶対可憐な宿舎なのです。こっちの世界のこと、ちゃんと勉強しなくちゃ。えー、っと、魔術協会と聖堂協会の関係は。うおこっちだと聖堂協会、結構大人しいんだ。 魔術も秘跡も人間が惑星上で起き得ることを模倣、再現したものでしょなので、大元である私にはあんまり聞かないわ。逆に人間社会だけで成立する陰湿な呪いとか珍しいから聞いちゃうかな魔術世界だと軽視されるネット魔術とか現代魔術とか私にワンチャンあるかも マスターさんは頑張りやね。日々、しっかりトレーニングしているもの。それに引き換え式と来たら、思いついた時しか運動しないんだから。本人は普通であることにこだわるけど、そんなので私から生き延びるんだから、天才の部類よねん姫なのに働かせて申し訳ないううん。 カルデアでサーヴァントとして戦うの楽しいよだって人間好きだもの私いつかこの気持ちを当たり前のことみたいに一番大切な人に告白したいなレベルアップ何これ楽しいもっとやって ありがとう。限りある資源私に使ってくれて嬉しいわえっもっと強くなっていいの話分かるーよーしご期待に応えましょう <noise> フレームの性能ちょっとだけ上がった感じ相手に合わせての出力向上じゃないのねこれが人間の言う成長かーカルデアという舞台に合わせて再調整しました。 原型の私でもなく、最新の私でもない。これは一時の夢。血に惑うことなく育った私という意負。口だけではない、正しく神祖の姫である状態です。戦闘ですね。正しい作法を教えてあげます。 枷も鎖も不要です。私は誰にも従わず、従えませんので。ただ、そうですね。エスコートだけは忘れないように。マスターとの関係。数ある魔術師の一人、ですが、それが何か。 グランカバンロ、自然の緑小よ。本当に良い旅ですね。あなたの見据える先は、とても眩しい。AI。情報連続体から生まれた、新しい人類、なのですか。本体も、肉体もない生命活動。 なるほど。それであれば、空の航海にも耐えうるでしょう。名探偵、謎を解く者。確かに、人間のあり方の凝縮にして待つろ、と言えます。あなたは、いささか優しすぎるようですが。 海は少々苦手です。あなたは得意なのですね、キャプテンネモ。今度、泳ぎを教えていただけますか大地の流血から生まれた獣。ビーストの器でありながら、その誇りにかけて、ビーストにはならなかった人類役。 自らの感性を拒むほどの感情なんて、それほどの愛を私が知ることはあるのでしょうか。好きなもの、月光浴でしょうか。嫌いなもの、夢を見ない今の私ですね。 聖杯、黄金の逆貴重なものと聞きましたが、随分と小さいのですね。人間の尺度では、その程度で願いは叶うのですかてっきり、クレーターほどのものと思いました。いえ、こちらの尺度の話です。フェスティバルに行きましょう。 祭りの様子を眺めるのは飽きました。神祖とは星の精霊。その中でも最高純度の個体が私です。あなたたちの言葉で言うのなら、箱入り娘。いえ、神僧の霊章にあたります。なので属性には詳しくありません。 理解していただけますよ。多くは望みません。召喚者としての矜持を忘れぬように。細やかに気を回せということです。二つの私が混ざっているため、出力調整がやや不安定なようです。間違っても私を交代にさせることのないように。 100年は語り継がれる地辱ですので。姫とはいかなる時も涼やかであるもの。そう心がけてはいますが、ほんの少し気が緩むこともあるでしょう。剣があったら、つい握ってみたくなるものでしょう。私に主体性はありません。 自然現象のようなものです。善と悪、どちらに肩入れすることもありません。ですが、くじけることを振り払い、幾度、足に力を込める者たちよ。その魂の音が響く限り、我が光はカルデアの道を照らします。 真相、精霊は数あれど、星の頭脳体となる個体は限られています。私はその一つなのでしょうが、今は、その責務から解放されているようです。一つの命として外界と触れ合うことは、新鮮で、微弱で、悲しいものですが、決して、 無意味なものではありませんでした。人が、なぜ消え去る運命にある灯火を守るのか。その理由が、この暖かな鼓動にあるのですね。カルデア式ですね。わかります。 このような貢ぎ物はどうお返しをすればよいのか迷います悪くありません微々たるものですが感謝を感受するがよい。 逃れることはできん我が手我が爪こそ星の息吹と知るがいい星の気、風波光終わり我が手の上で弾けよ 我がセンサに飲まれよ陣地未踏霊峰無限見せてやろう星を覆う天外を成層圏までひとっ飛び大気の守り星の周り束ねて落として見せましょうはあ そのまま動かないねゆるやかに涼やかに開くようにマーブルストライクたとえ遠く離れてもあなたが今も月の光を忘れぬようにおけん場で悪かったわね レッ見つけたシーソいきまーすでは報酬を与えましょう水熱ふるわかれ 我が手の上で弾けるがいい空想苦言千の鎖を道を示せ青木菜さん星を覆う天外をパンチュエさん故郷は遠く 道はなくこの城の隋の折月の城にようこそ。